パラマッチ TV。 皆さんこんにちは、おいちけアナウンサーの中塚美穂です。イオンモール岡山1階晴れ町スタジオからお送りしております、 OHK アナのクセクセ。今回はこちらのテーマです。はい、中塚 JK 常識辞典、久しぶりのこちらのコーナーの開催となっております。3回目かな、はい、それぐらいですね。ということは今回も素敵なゲストをお呼びしております。こちらの方です。どうも皆さんこんにちは、素敵なゲスト OHK アナウンス部長萩原渉でございます。よろしくお願いします。はい、アナウンス部長萩原アナに登場していただきました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。楽しいですよねこのコーナーは。このコーナー久しぶりですけれどもね、クスクスの中でも一番好きなコーナーです。本当ですか、中塚さんと過ごせる一番。インデに俺も好き。ちょっと一番がいっぱいありますけど。そう、いっぱいあるのよおじさんは。そう、おじさんはいっぱい。楽しいひとときを、はい、よかったです、楽しみにしていただいて、ね、はい、ということで、はい、今回もお届けしたいと思うんですけれども、クイズ形式で若者言葉を、はい、萩原さんに出題していこうと思います。難しいですよね。これ難しいですよ。このコーナー最近の、まあ、古い言葉は勉強してるつもりなんですが、うん、はい、新しい言葉どんどん生まれてくるのは難しい。そうなんですよね。放送前萩原と昔の言葉について盛り上がってたんですけれども、はい、その時はもう生き生きされて、うん、どんどん言葉が出てきていたのに、あっと驚くためごろガチョーンとかねいっぱい出てくる。これ私よりもまだまだ前です、ね、分からなかった私それおじさん逆ゼレをしましたけどゼレをしましたけれども、この放送内では私が若者言葉ゼメをしていきたいと思います。嬉しいです、攻めてください。はい、大丈夫かな、大丈夫です、はい、ということで、はい、あのその前にですね、まあ、クイズをしながらちょっとつまむものを今回もいいですね、はい、ご用意いたしました。はい、こちらのね店舗でまず用意をしたんですけれども、うん、イオンモール岡山の4階にありますハンビストさんです。有名な韓国コスメはもちろん、うん、日本未上陸の韓国コスメ、韓国雑貨、食品を取り扱うトレンドを詰め込んだ韓国商品の専門ショップとなっております。韓国の専門店、そう、今もう若い人に本当大人気ですもんね。そうなんですよ、なんかその韓国カルチャーっていうのが我々、まあ、若いもの、うん、若者にはスタンダードな趣味になっていまして、うんうん、ということでうちの子供も K-POP 大好きですけど、ね、中塚さんも好きだし詳しいよね。はい、そうですね、 K-POP 私もすごく好きですし、はい、趣味で同じく娘さんと一緒に踊ってたりしてたので、うん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 、まだついていけるかなと思い今回用意しました こちらのね、はい、お菓子と飲み物です。ちょっと紹介していきましょうか。はい、まずお菓子です。イエガムというポテトチップスの、はい、お菓子ですね。左側の黄色い筒の方はオリジナルって書いてるオリジナル味、うん、で右側の、赤い筒の方はチーズグラタン味ですね、はい、美味しそう、うん、そして左側サイダーなんですけれども、これはチルソンサイダーと言います。チルソンは日本語で七つ星という意味になっております。そうですか、おしゃれなパッケージですよね。本当だ、はい、ということで、はい、ぜひ萩原さん、うん、いいのお先にいただきますありがとうございます。カムサムニダ、どうぞどうぞ。これじゃあこれオーソドックスなマシッケツセヨポテトチップス、はい、え、なになにマシッケツセヨ、あ、いただきます、はい、はい、召し上がってください。うん、おいしい、おいしいですか。あの意外に思った以上にこう厚みがあって食べ応えがあります。うん、うん、いい、パリパリサクサク、うんうん、で味はほんのり薄塩味で、薄塩味だからもう次々に手が伸びるというか何枚でも伸びてましたね、うん食べられてますね。美味しそうに食べてらっしゃいますが、ね、ぜひチーズグラタン、うん、チーズグラタン先ほどからチーズの香りがね、うん、上がってくるんですよ。いい香りしますよね、ここ、うん、これもね、美味しそう、うん、これはねチーズなんですけども、うん、甘めの味付けがしてます、うん、甘じょっぱい味でチーズの風味が香ります。韓国のお菓子ってチーズの味だと甘じょっぱいのが多いので、うん、そうなんだ、うん、そういった味なのかな。おいしいぞ、よかった。ちょっとサイダーもぜひ、うん、飲んでみてください。チルソンサイダー、はい、チルソンサイダーです。あ、いい音だ、よいしょ、ね、この持った段階で冷えてないのが気になりますが冷やして飲むとおいしいですよね。すいません、いただきます、はい、普通のサイダーの香りです、うん、
ちょっと強め、炭酸が。おお、そうなんですね。うん。うん、でも甘くて美味しい。甘すぎないですね。じゃあこれも、うん、なんか五分五分いけそうなというか。このイエガム？イエガム、ポテトチップスとよく合いますね。じゃあもうぜひ飲みながらつまみながら、うん、うわこれ家でこれね韓国の映画なんか見たりしながらこれ食べたり飲んだりしたいですね。おしゃれですね、うん、ぜひ娘さんと一緒に。本当だ、ね、これポテト、ね、ポテトチップスなのに家ガムとはガムとはこれいかに、うん、はい、じゃあもうぜひ召し上がりながら飲まれながらクイズを楽しんでいただければと思います。ハムサムリガー、はい、ちょっと私もつままわせていただきます。どうぞどうぞ。ありがとうございます。じゃあ早速行こう。行きますよクイズ、はい、1問目こちらです。カエル化現象。カエル化現象はこれ JK 用語ですか？ JK 用語です。若者言葉です。これねカエル化現象っていう言葉がを耳にするようになった時に娘に説明してもらったんですけど、うん、あら娘の説明があんまり上手じゃなくて、絶対これ見てたら怒るかもしれませんが、今一つよく理解できないまま来たんですよね、うん、ここまで。これ知ってなきゃいけないと思うんですけど、でも一応娘さんとはお話しされたんですね、うん、これねあのちょっと娘の説明娘さんの整理になってますけど、娘の整理してる自分で調べろって話ですが、答えてくださいよ。あの例えばカップルで、はい、恋の話で、カップルで相手のことがよく見えていたのに、うん、なんか急にこうよく見えなくなるというか嫌いになるような現象あじゃないですか。当たらずとも遠からず。そうですそうです。当たってるほぼ当たってるほぼ当たってます。じゃあ合ってるんだ。でそれを、はい、なぜカエル化現象っていうのっていう説明が僕まだ全然理解できなくてなるほど。ちょっと言葉のねとこだけ意味があまり、そう成り立ちが分かってないけど、うん、意味は合ってるね。さっき意味は合ってます、現象の、うん、じゃあ出しましょうか答え。なんで、うん、こちらです。もう萩原さんがおっしゃった通り、そうね些細な言動か、なんですけれども、うん、萩原さんが今おっしゃってたことはあのまあ元々心理学用語の一つなんですよ、はい、カエル化現象っていうのは、はいはい、でそれが好きな相手に、自分がずっとこう好きだった相手に好意を返された瞬間、うんうん、僕も好きって振り向かれた瞬間に相手のことが嫌になってしまう、冷めてしまうことを表すんですね、元々心理学用語では。振り返るってこと、はい、そう、そのカエル化現象、そうだと思います。帰る、振り返るから、私もそう認識してるんですけれども、相手が振り返っ、そうそうそう、心理学用語ではそうなんですけれど、あの萩原さんがおっしゃっていただいたように Z 世代の流行語ではちょっと意味が変わっていて、うん、変わってるんだ、はい、わずかなきっかけで好きな相手に対してこう冷めてしまうようなことを表すんですね。例えば持ってきました、うん、例えば運転が下手で、うん、駐車券が取れずにドアを開けたり、うん、駐車で何度も切り返しをしたりするとか、いつも家の近くまで一緒に帰ってくれていたが面倒だったと後から言われたとか、うん、走り方が変だったとか、え本当に些細なことじゃないですか。それで嫌いになることがあるの、些細なことでうわちょっと理想じゃない無理ってなるのが、そんなこといっぱいあるよ結婚生活を送ってたそうですよね若い子たちはなんかそれがちょっとネックになって、うんうん、うわーってなる、冷めてしまう、冷めてしまうとかあった。これまで帰るかげんしょ、いや私はいやないんですけど、でも、うん、なんかその SNS とかで私も見てた時に、はいはい、なんかこうフードコートとかでお盆を持ってきて、うん、こうなんか迷ってキョロ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 こう、うん、彼女さんのことを探したりするのが、うんうん、冷めたって言ってる人のことがいて、かわいそうあーなるほどなーみたいな、はい、ちょっとなんか迷ってキョロキョロしてるのが、なんか男らしくなくてってことなのかなみたいな。あの今までこれまで例に挙げたものを、はい、僕全部当てはまるね。駐車券ドア開けるし走り方は変だって言われるし、全て該当するから全てうちの奥さんはもう冷めてるのかなという気がしますけど。いやいやいや、カエル化現象か。でも話聞いてるとね、萩原家は愛が強いですから、そんなことないんじゃないですか。奥様だったらいいんですけどね、はいはい、ということでこれは正解ですね、はい、萩原さん正解でいいですよね、はい、正解で大丈夫です、うん、由来がちょっとわからなかったけど、やった1問、はい、ゲットです。では次行きましょうか、はい、こちらです。 Y2K 暗号のようなものですが、 Y2K 2LDK みたいなそれは部屋です、ね、家のなんか話、屋根が2つあって
キッチンがある。待って。屋根。屋根。うん。あ、屋根の下に。屋根2つとキッチンだけの間取りとか。まあなんかそのように見えますけど、全然違います。部屋じゃないです。Y2K の。あ、萩原さんが困ってるからお菓子が美味しい。チャックのメーカーかな。そういうんじゃない。そういう名前でしたけど。なんか聞いたようなことが違います。ごめんなさい、わかりません。これもう願ってもわからない。申し訳ない。間違いですね。じゃあ。わからない。ごめん、高さん。正解はこちらです。考えても出てこないわこれ。イヤーの2000年代のトレンドを取り入れたファッションです。聞いたことあるこれ。お、言われてみたらわかる。後出しですよ萩原さん。なんか見たことはあるかなっていう気はしたんだけど、うん、全然出てきそうになかったので、あ、そうそうそう、これ何かで見た。これそうそうそう、それです。あの Y ってこう、これはいかない、イヤーの Y ですよね。で 2K って2000を表すじゃないですか。そうね、はい、あ、思い出した、知ってるこれ。あ、遅かったな、もう萩原さん。いや、もう最近ね、思い出せないのよね。でも何か見たことはある気がする。あ、見たことあります。あ、よかったよかった。こういうんだと思った。じゃあ少しはね、若者文化にも触れられていらっしゃると思います。どうぞどうぞ飲まれてください。ということで、残念、萩原さんは Y2K を答えられませんでした。わからんな。でもこの2000年代のファッションって当時、はい、うん、されてたんじゃないですか。あの昔の萩原さんのお写真を見るとなんか今流行ってるような服着られてる時があって、はい、どうでしょうね。そのファッションはまあこう買い回っていくって言いますけど、はい、そうですね、1990年代後半は大学生の時はアムラーとかね、うん、でそういうファッションが流行って、はいはいはい、若干してたんですけど、2000年代のが今着てるんだ。今着てます。まあ、当時はまだ若かったので当時の割と先端のファッションはしてたつもりです。今じゃあその当時のお写真を出したら流行るんじゃないですか。いや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 、ちょっとでもあのちょっと違うなっていう感じ。まあ、それは当時から言われてたんで。どこと本人は先端、最先端を言ってるつもりだったんだけど、ちょっと萩、それはちょっと違うねっていうのは周りから言われていたので参考にならないのかな。気になる。萩原さんもいつか昔のなんか写真集みたいなの見てみたいですね。誰が興味あるのっていう。僕ごめん、あの突っ込んで、あのじゃあ中塚さんに個人的に見せてあげる。あ、じゃあぜひ見せてあげる、ね、コメントでも見たいなっていう方いらっしゃるじゃないですか。 あればね、はい、あればね、はい、じゃあ早速次行きましょう、はい、こちらです。片思いハート、これはあるポーズの名称です。あ、これをポーズをしようと。なので私と一緒にこう2人でやるものなんですけれども、うんうんうん、そうなんだ。私にもぜひ指示していただいて、はい、どういうポーズかちょっと当てていただいてもいいですか。ちょっと片思いハートです。これこのコーナー難しすぎる。すいません、すいません。片思いハートでしょ。だから片思いハート、あの時々こう何そうでね、写真撮影させたり、はい、これ2人でこうハート作ったりするじゃないですか、はい、同じようなので、これ、うん、こういうの、こういうの、これハートで、はい、でこれが片思いだから半分しかないんで、はい、中塚さんのがこう下にある、下に、あ、こういうこうちょっとずれてる、ハートにしたいんだけどちょっと2人でずれてるのがこれが片思いかなっていう。どうだ。50点。当たらずともとかです。そう。え、惜しいな。惜しい。あの、じゃあ正解言ってもいいですか。はい、じゃあちょっとこれは、はい、まあ完全ではないのでちょっと残念ということで。残念か。どういうこと。こっちは合ってるんですよ。これ合ってるの。これ合ってる。ハートの半分。だから片思いですよね。片思い。だけど私がこう下にあるのではなくて。下じゃなくて。正解はこれです。グーです。グー。グー。どういうこと。というのがなんかこれはあの、ある写真から流行っていったポーズなんですけれども、はい、うん、普通ハートマークってこうやってやりますよ ね、 そうね、だからファンとアイドルが多分撮った写真なんですけれども、うんうん、これだと両思いになっちゃうから、うんうん、これで叶わないよ恋はっていう。いや、ちょっと待て、それこうしてて求愛してて相手もグーだったらもう両思いじゃないんですか。いや、それは違います。両思いじゃありません。ああ片方こうしてて、もう片方が罰出してるとかこうだったら片思いになると思うけど、これはちょっとおじさん納得いかんな。まあまあ、これで片思い、ありがとう、いいねってことです。あ、そうですか、はい、それが片思いハートっていうポーズ。みんなにやってみよう、はい、みんなにこうやって佐藤理子とか佐藤樹里とかどうやって返してくれるか見ものですね。これ分かりやすいからちょっと傷ついちゃうかもよ。そっか、傷つくか。傷ついちゃう、そうなんです。このひょうきん族のブッチームシャみたいな。待って待って、昭和が出てきた。昭和が分からないですね、これね、はい、もうじゃあいきますよ、若者言葉、はい、じゃあ次こちらです。
ゼンベ読めない、もうすべべかと思った俺すべべかと思ったゼンベです。これはだから、はい、何かすべ全部が、はい、ベーのつく何かなんですよ多分。そう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 ヒント欲しかったらもしおっしゃってください。うわ上からヒント欲しかったら教えてください。上からだから全部のアメリカだ全米とかねなるもんね全米全米え、ヒント教えて。ヒントですか。人間の色に関わることですね。分かった。最近の人ほらイエローベースイエベとかブルーベースブルーベとか言ったりするじゃないですか。すごい、はい、あれでもう何でもいけるっていう全米。大正解。大正解です、まあ、ヒントありましたがそうおっしゃる通り全てのパーソナルカラーの覚悟です。言われたら分かる。全ベースです。全ベースいけるんだ。はい、そうな。萩原さんはちなみに何ベですかね。僕はスケベですかね。はい、じゃあ次行きましょう。ちょっと次行きましょう。次行きましょう。もうスルーです。すいません、なかったことに。はい、なかったことに。はい、定定定定はあれです、岡山弁で大根定定定の大根大定。はい、違いますね。定定これ炊いておいてっていうこと。炊いておいてブーこれもいいですか、間違いで。いいですか。岡山の JK が使ってるのに定定。すいません、限定的なんです。お母さん、ごぼう定定言わないですよ。岡山の JK も言わないじゃないですか。言うだろう、JK 岡山。皆さん言わないですよね、はい、こちらです、はい、尊いの砕けた言い方です。尊いの岡山弁じゃないですか。だから尊いの岡山弁で。そうなんですか。言うと思った。定定なって言います。そう、定定な。定定は聞いたことない。岡山、やはり岡山弁でしょう。だからこれはインディ料理で聞いたことないですけど尊いをてーてーって言うんだ。もうてーてーって言います。そう、今度から使おう。でも岡山弁っぽいですよね。確かに、うん、発音もね岡山弁っぽいですけれども、はい、萩原さんてーてーはっていうような感じ。言ってもらおう、はい、使いますね、はい、ということで、はい、バツです。じゃあ次こちらです。ヒス構文。これほら LINE で絵文字を多用したりする私のようなのがおじさん構文とか、はい、おばさん構文っていう風に最近言われてるじゃないですか、はい、で例えばもうこうちょっと ヒステリックな感じで、うん、怒ったようなことばっかり書いている LINE のとかの文面、うん、ヒス構文。まあこれは正解でいいでしょう。そうです、そうです。ヒステリックな構文のことです。ってことでしょ。はい、答えこちらです。どういう、そう、ヒステリック調で話を飛躍させたり、うん、すり替えたりする構文もおっしゃった通りですね。例があります。相手に罪悪感を抱かせる構文なんですけれども、友達の家で飲んだ麦茶美味しかったなと送ったとします、うん、そしたらそのお母さんに送ったとします、うん、そしたらそのお母さんが、あ、お母さんが入れる麦茶より友達の家の麦茶の方が美味しいってこと、じゃあもう養子にもらわれなさいとかそれヒス構文。ヒス構文、これがヒス構文ですね、うん、良かれと思って、うん、自分が今回あった出来事とか、うん、いや楽しかったな美味しかったなって言ったことを事象をこう自分に置き換えて、え、じゃあ私とは楽しくなかったってこと、とか、ちょっと悲願でるような感じ。そんな感じですね、はいはい、がヒステリック、ヒス構文となっております。気をつけよう。萩原さん、気をつけようなんですか。いや、だって書いたりすることあるじゃないですか。あるんですか、うん、そう言われたら、うん、怖いよ。中塚さんに今度何かヒス構文送ったらごめんね。晒します、それは。あ、晒されたくない、はい、はい、じゃあ次行きましょう。こちらです。ビリール。英語できた。英語です、これはね、最後の問題ですよ、萩原さん。ビリール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 。これも想像ですか、これは、うん、固有名詞ですね。固有名詞？固有名詞。で、日本では、正式名詞はビリールなんですけれども、うん、日本ではビリアル、ビリアルって言って、うん、呼んでいる人もいます。
誰かのことですか。誰かのことではないです。まあ物とかあるもののことを指します。あるもののこと。まあどういうものか難しいか。リアルだから本物のもの。あ、そうそう、まあ、意味はそういうことですね、うんうん、そのままのとかそのままのリアルなっていう意味なんですけれども、うん、これは難しいか。ビリール全く思いつかない。これもいや、これね一番難しいと思います。そうなんですか、はい、もう何のヒントも、うん、多分ないです。ビリール、ちょっと時間食いますねこれね。わかりません、ね、ごめんなさい。じゃあ答えいきます。答え教えて。こちらです。Z 世代から人気を集めている盛らない写真共有 SNS です。そのままのね。そのままのです。これも見た。え、あの何かの情報番組で最近は盛らないんだ、盛らない写真を上げるんだと。そうなんです。いろいろ加工しない。そうなんです。私もちなみにやってはないんですけれども、うん、まあ、ちょっと知っている情報から言うと、あのビリールをやっている子たちはこう通知が来るんですよ、アプリから、うんうん、今の時を写真を撮ろうと通知を来て、うんうん、今例えばじゃあ私たちクスクスで撮影してるじゃないですか、うんうんうん、で今ピロンって通知が来たら自分のこっち側の今の撮ると、その自分の目の前で何が起こってるかの内カメラと外カメラの写真を2枚合わせてみんなに共有する。それは知ってる。それはある情報番組で見ました。すごい、なんか入ってますよね。それをビリールっていうふうに言ってこの単語はちょっとそこまでは繋がらなかった。え、でも萩原さん今回すごいですね。今回すごい7問中3問正解でしたけれども、うん、あとはほとんど名前はちょっとつながらなかったけれど、うん、後々答えを聞いてみれば知っていると。実は知っていたっていうね。そう、ことが多かったですね。そう、ちょっと上達してきたね。あれすごい。JK 用語いけるんじゃないですか。令和の時代も石鹸令和の時代も石鹸していただいて、はい、はい、ということで今回は、いや楽しかった、はい、うん、このような問題を用意させていただきました、はい、皆さん参考になりましたか。なりましたか。私もね、あの3回目ですけれども、うん、このコーナー 1,2 回目は結構自分の知識でも答えられるものが多かったんですけれども、うん、ビリールとかちょっとやっていないので、うん、少しジェネレーションギャップを最近覚えてきたなっていう感じがします。だんだん年を重ねて、ね、そうなんです。4年目なのでいずれはこのコーナーも誰かに引き継がないといけないのかなと思っておりますが若いの入ってきたしねそう4人もね若い子が入ってきたので、はいはい、まだ私も若い子でいさせてください。若いよ。いや、でも若いです。ありがとうございます。いいですよ、はいはい、ということで、はい、萩原さん3問正解でした。おめでとうございます。ありがとうございます。またぜひ次回も遊びに来てください。はい、はい、ということで今回おえつきあののクスクスは、はい、中塚 JK 常識辞典をお届けしました。バイバーイ。ありがとうございました。カムサムニダー。カムサムニダー。